2018ピョンチャン冬季オリンピックを主催している各国の記者が、いわゆる SNS テロにあったカナダのショートトラック代表キム・ブタン選手の例を挙げ、懸念を表した。国際オリンピック委員会とピョンチャンオリンピック組織委員会も青伝えた。キム・ブタンは去る13日。 カンヌーアイスアリーナで開かれた2018東京オリンピックショートトラック女子500メートル銅メダリストだ。ブタンはイズンバ選手5人中4番目に決勝ラインを通過したが、韓国のチェミンジョンが失格となり、銅メダルを獲得した。ネットユーザーの盲目的な非難が殺到したのはこのような背景からだ。マーク・アダムズ IOC 報道官は14日、 メインプレスセンターで開かれた会見で、個人の SNS を統制するというのは困難なことだ。一般人は自分の意見を言う権利があると伝えた。続けて、オリンピックは友吉の精神をもとに、神善をもとに行われる競争だ。このような形が以前はなく、望ましくないと思うと伝えた後、残念ながら、 統制は難しいと立場を明らかにした。またソンベクユ大会組織委員会報道官も一般人の SNS 制限の現実的な難しさを述べた後、オリンピック精神やスポーツマンシップを発揮するためにファンが自制してほしいと呼びかけた。